変身デバイス忍者スターバーガー。はい、ついに6人目の戦士スター忍者の変身アイテムが発売されました。もう本編でおなじみのハンバーガー型の変身アイテム、そしてこのハンバーガーの間にスター忍者手裏剣をセットして回して変身するというアイテムです。そしてハンバーガーということでパッケージがハンバーガーショップの袋の形になっているのが面白いですね。裏面の遊び方を見ると結構シンプルですよね。1、2しかなくて、忍者スターバーガーをパカって開いてスター忍者手裏剣をセット、ボタンを押して回転、以上の2ステップで手裏剣チェンジ、スター忍者に変身することができるわけですね。はい、では早速開けていきます。上から開けていきたいところですが、下から開けた方が簡単そうですね。よいしょ、せーの、ほっ。おー、スター忍者って黄色なんだ。てっきりゴールドかと思ってました。この顔の部分はゴールドメタリックやシルバーで塗装されてますね。そしてこっちが忍者スターバーガーの本体。おーあ、あ、ここはオレンジのクリアーパーツなんですね。反対側が透けて見えてます。これ自体には特に電池を入れるようなところはなくて、ボタンを押すとここがぴょこっと出てきたりとか、そういったあくまでこの忍手裏剣の音を発動させるアイテムでしかない。作りとしてはとってもシンプルなアイテムですね。はい、ではまずはこのスター忍者手裏剣から見ていきましょう。もちろんこれまでの忍手裏剣と同様、この黒いボタンを押して回すことでコアとブレードに分離することが可能です。スター忍者手裏剣ということで、このブレードの形は星型になっています。これまで発売された変身用のブレードはどれも単色なんですが、今回このスター忍者手裏剣の場合はこの円形ブラウンの塗装が施されてます。反対側は単色、そしてコアには胸より上が描かれてて、頭部パーツはこのように変形が可能です。漢字は星、そしてブレードを取り外す黒いボタンがあって、ここにもなんか認識用のピンがあります。で、これがボタンですね。そしてこの裏側のボタンを押すことでセリフが鳴って LED が発光。ブレードがない場合はこちら、スター忍者、スター忍者、はい、スター忍者の1種類のみ。次にブレードを装着してひねると、スター忍者手裏剣、はい、スター忍者手裏剣という音声とともに星が発光します。ブレードを装着した状態でこの裏のボタンを押すことで、変身待機音が約30秒になります。もう一回ボタンを押すと変身待機音が解除されます。この忍手裏剣だけでは変身はできません。そこで登場するのがこちらですね。このアイテムを使ってスター忍者に手裏剣チェンジするわけです。ではこの忍者スターバーガーを詳しく見ていきましょう。この忍者スターバーガー、ここを見るとスマートフォンのアイコンのような絵が並んでいます。 YouTube みたいなアイコンとか忍とか、あ、これ LINE ですかね。音楽、真ん中がいつもの忍びマーク、時計、これ1台でスマートフォンのような様々な機能が搭載されているようです。そしてガマガマ銃よりも高性能な妖怪探知もできちゃうんですよね。で、このアイコンが書いてあるオレンジのパーツは両面、はい、このように、透明になっています。うっすらと裏が透けているようになっていて、これ、忍手裏剣を挟んだ時に、この星の LED が上から見えるように透過されるようになっているということなんですかね。そしてここ忍者一番塔にもあるようなファイヤーパターンが左右にデザインされていて、そしてこの黒いヒンジを折り曲げることで、はい、ハンバーガーのような形になります。この茶色い部分がバンズ、クラウンとヒール、そしてこの緑色の部分がレタスですね。ちゃんとレタスっぽくデコボコになっているのが面白いですね。そしてレタスの上に乗っかっているのがもちろんトマト。そしてここに忍手裏剣が挟まることで、はい、ハンバーガーの完成ですね。高さも結構あってボリュームがすごい。
これ1個でお腹いっぱいになりそうですね。特に閉めた時のロック機構はありませんので、開け閉めはボタン操作なしでこのように行うことができます。頑張れば折りたたみ携帯のように片手で開けて片手で閉めるということもできなくはないです。そしてこの任意手裏剣はセットすると回転することができて、でここ、裏側に左右黒いパーツがあります。これを真ん中に向かってギュッと押すことで任意手裏剣を取り外すことができます。そしてこの黒いヒンジの部分に赤いボタンが一つ存在します。これが変身を行う時のボタン。それでは忍者スターバーガーのチェンジ遊びをやってみたいと思います。まずはこの任意手裏剣を忍者スターバーガーにセット、赤いボタンを押します。そうすると先ほどの変身体験音が鳴ります。ここで赤いボタンをもう一回押すと変身待機音が解除されます。では今度はちゃんと最後まで手裏剣チェンジしてみたいと思います。任意手裏剣をセット、赤いボタンを押します。変身待機音が鳴ったら任意手裏剣を左右どちらかに回転。はい、最後ワーオという軽快な音声とともにスター忍者に変身することができました。そして最後忍者スターバーガーの蓋を閉めてハンバーガー型にします。これでチェンジが完了。ちなみにこの状態でスター忍者手裏剣をもう一回回してみると、はい、上の透明な部分から LED の光が漏れてるのがわかります。赤いボタンを押すと、やっぱり変身待機音、特に変わりはありません。忍者スターバーガーとスター忍者手裏剣の遊び方は以上。めちゃめちゃシンプルですね。ちょっとギミックとしては物足りないかもしれませんね。では続いて別売りの忍手裏剣との連動、こちらバイソンキングに付属しているお供忍手裏剣スター忍者ですね。これを使ってお供忍を召喚してみたいと思います。まずは変身用の忍手裏剣を取り外して、代わりにお供忍手裏剣をセット、赤いボタンを押すと、お供忍手裏剣じゃカモン、うわよ、ロデオマル、とお供忍ロデオ丸を召喚することができます。まあこれは忍者スターバーガーなくてもこの忍手裏剣単品で引けてしまうんですが、やっぱりこの忍者スターバーガーにセットした方が劇中通り召喚することができるので、なりきり遊びとしてはこちらの方がより楽しいと思います。ちなみにこれお供忍手裏剣を回しても音は特になりません。もちろん他の忍手裏剣も OK で、例えば UFO 丸をセットしてみたりとか、パオ丸をセットしてみたり、またゴトン忍手裏剣をセットしてみたり、メラメラちゃん、メラメラちゃん、いろんな忍手裏剣と組み合わせて遊ぶことができます。玩具オリジナルのギミック、ここの頭部パーツを起こして手裏剣人の頭部として合体させてみたり、またバイソンキングの頭として合体することができます。やはりバイソンキングはなかなか似合いますね。はい、では最後はこの忍者一番刀を使ってスター忍者手裏剣をセット変身してみると何が起きるのかやってみたいと思います。わかりました？アイムスターっていう音声が流れました。そしてトリガーを引くと、
はい、イエーという歓声を聞くことができます。アイムスターという音声も、イエーという歓声も、この忍者スターバーガーにセットしたときは聞くことができない音声です。こういう他のアイテムとの連動で差別化されているのは結構面白いところですね。ということで、以上、変身デバイス忍者スターバーガーのご紹介でした。いやー、1時間ぐらいこんなハンバーガーばっか見てたら、さすがにマックとか行きたくなりますね。さあ、今回も忍者一番刀チョコ、せーの、クリア！ないですね。安定のハズレでございます。チャンネル登録がお済みでない方はぜひ登録をお願いいたします。また評価やコメントどしどしお待ちしております。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。